腹筋を鍛えたい人はクランチではなくフロッグをやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの20回で腹筋にもろに効くフロッグクランチというのを紹介します。別名バタフライクランチとも言われているんですけども、これのメリットがですね、腹直筋にしっかり効かすことができます。そして外腹斜筋にも効きます。そして力みにくい、これは結構大きなメリットです。で、腰を床につけやすい、腰が浮いてしまうとですね、てこの原理が発生してしまうので腹筋に効きにくくなります。まず最大のメリットとしては、床でやる腹筋の中では一番お腹に効くと思われます。で、次に簡単に行うことができるので、しっかりね、腹筋に効かすことができます。そしてデメリットなんですけども、やはり腹筋っていうのは頭も一緒に起こすので、首の弱い人はですね、やはり手でしっかり首を持ってしまって、起きるときに腕に力が入って腹筋をしてしまうので、首の力が弱い人はですね、ちょっと力んでしまう確率があります。あとは腹筋が弱いと行えないかもしれません。腹筋に直にね、しっかり効かすことができるので、腹筋が全然ないよっていう方はもしかしたら起き上がることができないかもしれません。ではやり方を説明します。まず通常のクランチといえばですね、膝を曲げて手を頭に添えてこういう感じで起き上がる、もしくは足を浮かせて起き上がる。で、腹筋はやはり腰がちゃんとドローインさせて腰を床につけることができていないと、このように腰が浮いて隙間を埋めるっていう形になると、伸ばしてしまっているお腹を縮めるっていうのは上級者の方しか難しいので、腹筋に効いてる感覚が減ります。で、今回はフロッグ、いわゆるカエル足です。足をこのように広げます。こういう感じです。足の裏を合わせて足を広げます。これで足をまずリラックスさせます。腹筋はやはり足に少し力が入ってしまうので、こうやって力を抜くことで足の力が抜けて、手も一緒に広げてグッと起き上がって腹筋全体に効かします。足を広げることで外腹斜筋にも効くので、腹筋全体に効くこのクランチはおすすめです。もし足を広げて腰が浮いちゃうよって方は、ちょっとだけ足を持ち上げてください。そうすると骨盤が後傾させれるので、足を上げると腰の隙間が埋まりやすいです。この状態で手は頭に軽く添えて、いった感じで行います。この時にお腹を押さえる腹横筋を一緒に鍛える方がいいので、1回ずつ息は止めずに、ふうふうと1回ずつ吐きながら、お腹をへっこましながら起き上がってください。これを一緒に20回頑張っていきましょう。腰がつく方は足は下ろして、つかない方は持ち上げて20回です。では行きます。お疲れ様でした。20回、たったのあっという間なんですけども、もし今の20回で少し聞きにくいなって思った方は、起き上がって息がなくなるまで吐き続けてください。息がなくなったら帰ります。なくなったら帰る。そのようにすることで、1回ずつ収縮するものが収縮してキープ、ゆっくり戻るっていうことを繰り返すと、しっかり腹筋にね、効いてくれます。だいたい1回ずつ起き上がるパターンだと、20秒ぐらいなんですけども、もし物足りないよって方は、今みたいに起き上がって息を吐くっていうことを続けて、1回あたり1秒ではなく1回あたり10秒ぐらいな感じで行うとしっかり効きます。
では本日のおさらいなんですけども、最大のメリットとしては床でやる腹筋ではしっかり腹筋に効きます。というのも力みにくいからです。力みにくい、あとは腰をしっかりつけることができるので、お腹にしっかり効かすことができます。そして足を広げることで外腹斜筋にも効くので、お腹全体を効かすことができます。もちろん普通の腹筋クランチだったら腹直筋をメインで使いますから、腹直筋がね痛いっていう感じがあると思いますけども、これは外腹斜筋にも効くので、お腹のね痛い部分が分散されてですね、腹直筋だけ効いてるっていう感じはないかもしれませんけども、腹筋にはしっかり効いてます。でも簡単で行いやすい、足を上げ下げするようなねレッグレイズとかももちろん腹筋負荷が上がるので腹筋に効きますけども、足の力を入れすぎると腹筋よりも足に効いてますし、腰が浮いてしまうとお腹が締まらずにね、足ばっかり使って股関節も使って腹筋をしてしまうっていった感じで腹筋に効かなくなりますので、まあ、今回のはそういうのも含めて床でやるにはおすすめかなという腹筋です。あと首がね痛い方はちょっと難しいかもしれない、どうでしたか。あと腹筋が弱い方は背中がもうすでに丸まらないことがあるかもしれないといった感じです。通常のクランチやられてる方、このフロッグやった方、よかったらコメントや感想よろしくお願いします。そして勉強だった方はグッドボタンよろしくお願いします。SNS されてる方はですね、よかったらシェアもしてください。ご協力よろしくお願いします。ということで、今回はクランチよりもしっかり腹筋に効かせられるフロッグクランチの紹介でした。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.